はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね日常化動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日とねその前の動画ではですね、その歯医者への通院の話でね、食材が歯に詰まる話からね、流動食を食べているとその歯が詰まってしまうというお話ですね、歯医者での治療中の研修医が残念だったというお話でね、その2日間を過ごしたわけなんですけどもね、その2日間の間でですね、僕の帯状疱疹に侵されてしまっているその左足の痛さがね、さらに進化してしまいました。相変わらずね、そのむくみとつぶれた水泡じゃない、水ぶくれか、それをね、それに薬を塗ってね、ガーゼを貼り付けておくためにですね、奥さんのメディキュットを拝借しているんですけども、メディキュットで締め付けられている部分はいいんですよね、その締め付けられてない部分のそのつま先、ここあのね、なんつったんですかね、こう足首のここぐらいまではね、しっかりねメディキュットでキュッて締め付けられてるんですよ。しかしこのつま先、こっから先のが締め付けられてない分、あの痛さがね、あの増してきたんですよね。そしてジン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 とね、あの痛さがねうずくんですよ。でその痛さがジンジンジンとうずく痛さをですね、緩和させようとしてね、その痛くてね、その、こう足だとしたら指でこうギュッギュッて刺激してしまうとですね、触ってしまうとですね、その指をパッて離した途端にですね、痛さがブワッてこうね倍増してしまうんですわ。めっちゃ痛いんです。やけどのような痛さなんですわ。でまあね、もうそもそもね、つま先ってどうやって締め付ければいいんでしょうかねって話なんですよ。というかまあ、そのここ15年間ぐらいはね、もう5本足指靴下あるじゃないですか、この全部指があの覆われてるやつじゃなくて指がこう入れれるよっていう靴下あるじゃないですか、もうあれをほんまにここ15年ぐらい履いてますので、その足の指の開放感にね、快感をね覚えてしまってるわけですよ僕はね。まあその最後にね、その全部覆われてる靴下を履いたっていう時はですね、あのね、僕の結婚式の時にね、どうしても白い靴下を履かなあかんかった時にですね、その白い靴下の5本指足靴下を探したわけですよ。なくてですね、その時はもう仕方なく全部覆われてる靴下履きましたけども、もう指がこうきっちきちに密閉されてる感が半端なくてですね、ちょっとね我慢しきれませんでしたわ。式中に脱いだろうかなと思うぐらいね、なったんですけども、まあそんなん言うてもね、式中ぐらいは我慢しましたけども、まあそれぐらい僕にとってはね、普通の靴下でさえ苦痛なのにね、まあ今更つま先を締め付けたくはないわけなんですよ。なので、なんかいい方法ないかなと考え抜いた結果、何も思いつきませんでした。なのでね、つま先はね痛いままです。そしてね、まあ痛いのはね、つま先というかね、足の指だけじゃなくてですね、その走る時にこの地面をこう蹴る時の蹴る部分あるでしょう、この足で言うたらこの部分あるじゃないですか、親指やったらこの母指球の部分あるでしょう、あそこら辺まで痛いんですよ。あの例えばこう、なんか例えにくいな、どう例えたらいいやろうかな、これが足やったら、まあ、これ親指やけどかかったと思ってくださいね。この土踏まずあるでしょ、土踏まずからこの足先にかけての部分、この足先にかけての部分なんか言うねんな、そうですね、足先にかけての部分のつま先部分、この辺がね全部がね痛いんです。こうね、歩いてる時っていうのはこう等間隔のねいいリズムで歩いてるんで、軽い刺激を受けてるので、まあ、体重もかかってるからでしょうかね、まあなぜかね、あの問題ないんですけど、ほんま痛くないんですよ、逆に心地いいんですわ。しかしね、この椅子に座ってあーってこうゆっくりした時にですね、この痛み、かゆみ、しびれっていうのがね、ふわっふわっふわっっていう感じのリズムで、ね、僕を襲ってくるんですよ。まあ痛みがね、足先に集中していると言ってますけども、まあ、もちろんね、他のね左足の部分の痛みはね、現在進行形でございます。まあ、昨日のね夜にね寝る時にもですね、まあ、布団に入った時にもね、まあ、長男にねこのすねあたりを蹴られてね、悲鳴を上げてしまいました。あっ！ってこうなんかわけわからん
感じの悲鳴をね上げてしまいましたわ。でまあその時にちゃんとね、まあ、お父さんが足病気やから蹴らないでねってね言ったんです。でも事前にねそのしっかりちゃんとお父さんは足が病気やから蹴らないでねって伝えてたんですけども、まあ子供っていうのはね無意識に体勢をふって変えたりするんで、まあ、その時に当たってしまったんでしょうね。まあでもこれはね事故なのでね仕方がありません。まあ、これがねその足首よりねそのね下の部分ならねもっと叫んでいたことでしょうね。もうそう思います。まあそんな帯状疱疹もですねその4週目に入っているということなのでねもう回復期なのでそろそろ症状がね引いてくる頃合いだとね思ってるんですけどもね、帯状疱疹になった人がねその約 10% の患者さんがねその帯状疱疹後神経痛になるという確率がねあるそうなんですよ。でしかもその普通の帯状疱疹のなり方というかまあ普通のって言い方変な言い方なんですけども、まあねその比較的多くの人がなる帯状疱多くの人というじゃないな比較的帯状疱疹になった多くの人が出てくる症状っていうのがですね、まず赤い斑点が点点点点点点点で出てきて発疹が出てきて少し痛みが出てきてですね、で水ぶくれになって神経に沿って激しい痛みに襲われるというのが普通の順番らしいんですけども、発疹じゃない帯状疱疹になった多くの人が普通、起こる症状が発症する順番なんですよ、それがね。しかし僕の場合っていうのはですね、まず激しい痛みが出てきてですね、で赤い斑点が点点点点点出てきてから発疹になって歩けないほどの痛みに変わってきて、で、水ぶくれになって出てきて、でさらに神経に沿って痛みが出てきて、もう何のこっちゃ分からん順番やったんですわ。でこの何のこっちゃ分からん順番で出てきた帯状疱疹の人っていうのはそのね帯状疱疹後神経痛になる確率がね高いようです。怖い、嫌だ。そのね、まあ、病気の不安からね安心に変えようと思ってでね、そのねインターネットで調べた結果ね、まあ、いろんなね本をね読み漁った結果ね、そのまあ余計に後悔してしまうことになってしまったっていう感じなんです。まあねこのジン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 としたね痛みだけやったらねまだ我慢できますけどもね、その火傷のような痛みはねまたさらに痛みが増してくるようなことが起こってしまうとね、もう僕は耐えれるかどうか分かりません。でもしそうなったらその麻酔の注射などがあるらしいんですけども、そうなんで対策しないといけないよ、生活していかれへんよってね言うかで言われてしまいましたので、まあ、そうなったらそうします。まあ注射をしてもらいましょう。そうなったらね、まあ、帯状疱疹ってねその10万人に300人から500人になる病気らしいんですけども、まあ、それって1000人に3人から5人ってことですよね。まあ 3% から 5% の確率ってことですよね。言うたらね0.3% から 0.5% かな。でまあ白血病、僕がなった白血病っていうのはまあいろんな種類ありますけど、まあ全体的にその白血病っていう風な感じでくくってしまうとですね、10万人に 6.3人の確率でなると言われています。まあどちらにしてもねその帯状疱疹になる確率にしても白血病になる確率にしても、少数派に入ってしまっていますので、ひょっとしたら帯状疱疹後神経痛になるその 10% という少数派に入ってしまうのかもしれません。まあそれは避けたいところです、ほんまに。まあそらね僕もねそのやっぱこんなね美容師っていう仕事をしますので、あの美容師してない やつらから友達らからしたらね、やっぱお前美容師だから変わってんなみたいな感じでこう言われたりするんですよ。まあね変わってるからといって、まあ もちろん僕もねそのまあ他人と一緒は嫌やっていうね、そのいろんな人と一緒にしてほしくない、俺は俺であの自分があるんやっていう風な感じで僕ごく少数派の人間やと思ってましたけども、病気に対してのそういうねあの割合確率で出された少数派にはねもう入りたくないですわね。それみんなそうやと思うんです。でまあ、もしねなったとしても3ヶ月ぐらいでその痛みっていうのはね和らいでくる人もいれば、あ痛みじゃないわね、帯状疱疹後神経痛か、まあ、痛みですよね、和らいでくる3ヶ月ぐらいで和らいでくる人もいれば、5年10年寄り添って生きていかなければ飽きませんよっていう人もいてるみたいなので、まあ、どうなるか分かりませんけどね、まあ、とりあえず、5月30日の土曜日に症状が出てきたので、今週の末でね4週間が終わります。まあね、その5月30日前後でね、まあ、どう回復するか
5月30日前後じゃないわ、今週の土曜日や、今週の土曜日前後、まあ金曜日かね、日曜日かね、まあね、その後の月曜日かもしらんし、まあその前の木曜日かもしらんし、まあその感じで、そのまあ言うと5日間ぐらいで、ね、どう回復するのかとか、どう痛みが残ってしまうのかとかね、まあ楽しみにしておきます。まあこんなもんね、楽しまれへんけどね、実際ね、まあでもそんなに楽しまなしゃあないですわ、どうなるんかなってね、ドキドキしながら待つの、いやドキドキ、こんなドキドキはいらんけど、まあなってみな分かれへんし、なったところでどう対処したか分かれへんなってなった頃合いには、多分ね、そのひょっとしたら通院の日がね来るはずなんですよ。まあそんなことをね受け止めながらね、とりあえずね、頑張って過ごしてみます。まあそんな感じでね、今日はね帯状疱疹ね、特につま先が痛くなってきたというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。